はい、どうも今回のご視聴ありがとうございます。ソラです。はい、ということで今回はザ・ラスト・オブ・アス2の実況パート、7かな、これは。7をやっていきたいと思います。で、前回言っていた、発電機。間違えた。発電機、ここですね。これを回すための、ガソリンをね、取ってきたので、ガソリンを入れたいと思います。で、それでやっとここが、開くんではないかという感じです。よし、じゃあ、いきます。入れるよ。ちなみに、こういう発電する機械にガソリンを入れるのは、他のゲームでもありましたよね。例えば、なんだっけ、デイズゴーン。デイズゴーンも確かね、そうでした。おお。これで、このね、ホースみたいなのを向こうに、刺せば、刺さってるね。もう刺さってんだ。でね、ここの番号がね、ちょっとね、待ってね。どれだったっけ？携帯にはないんだ。これじゃないね。これかな？これの、5345だ。5345。5345。これで行くはず。お、行ったね。お出迎えはなさそう。中で待ってるんじゃない？さて、じゃあ行きましょうか。入り口探そう。窓に注意してよ。ウルフ WLF。 そういうこと。ああ、そっか。なるほどね。これ多分ここが入り口だよね、これ絶対。これ え、どうなんだこれ。ごめんごめん、酔うね、ごめん。あ、違うね、これ。これ多分出口だね、出口。帰るときに多分使うやつだね、ここ。向こうかなっていうことは。ねえ、見た。感染者がフェンス飛び越えた。ってことはあそこから入れる。銃声も何も聞こえないね。なんなんだろう。ほら、決まった。あ、待って。あ、いる。ほら、燃えろ。どうよどうよ。久しぶりに使ったな。お、弾とか落ちてないかな。アイテムはないっぽいね。では探索を開始します。ここもう敵拠点だからね、一応。もう、普段以上に気をつけないと、何が起きるかわからないからね。
わ。死んだばっかり。こいつウルフの気象つけてる。ガソリンは持ち出せなかったってことか。いいことでしょ。ジョエルを殺した奴らが感染者に殺されたんだとしたら、死んだことには変わりないよ。ジョエルが報われない。使えそうなものは拾っておかないと。この銃は持てない感じか。弾とかは、あ、なんかあるね。お、いいよいいよいいよ。これもらっとこう。武器にもできるしね。最適ですねこれは。撃たれたんだ。見覚えある？うん。誰かに殺されちゃったのかな。感染者じゃなさそうだし。ねえ、ガソリンあったよ。じゃあ足りなくなったらここに来よう。そうだね。あー、これも持てないか。作ろうか。作ってから回収しよう。無駄にはできないからね。いつも見覚えない。ん、なんかある。ラストランド。サバイバルガイドを取得すると新たな強化が解除される。お、やっと。ステルス来ましたね。これは使えるぞ。やっぱこういうホテルとかに来ると物がやっぱたくさんあるから、生きていくにはいいですよね。ほんと。リロードしとこうか。ここなんだ。あ、誰かいるね。何があったのこれ。トミーがやったんだ。トミー、まさか。絶対間違いない。こいつもあの小屋にいた。ちょっと、こっちにも一人。見たことない。答え合わせしたんだ。何それ。
ジョエルが教えてくれた。まずこいつに質問で、答えは言わせず床に書かせる。次にあいつに聞いて、答えが同じなら嘘はついてない。違ったらボコボコにする。そう。東一番、また暗証番号。そうみたいだね。きっとトミーはまだ近くにいるはずだね。ねえ、こっから出られそう。トミーに追いつけるかも。そうだね。よし、じゃあ行きましょうか。かわいそうだね、こういう人。お、ああ、だって耐久、あ、変わんないか。こっちはなんか強そう。まあちょっと距離がね短いけど、これリアルな話言うと。ああ、これだ。おお、なんか変な折り方した。トミーはヤバい過去があるんだろうけど、衝撃。うん、大丈夫？強烈だった。トミーのこと悪く思わないで。私がもしお姉ちゃん殺したやつ捕まえたら、あんなんじゃ済まない。そっか。ここかな。ゲート開ける。番号覚えてる？血で書いてたやつ。うん、いや、今度俺がやります。イエーイ、一発。それじゃあこっちも OK。 この先って何があるんだろう。よし、じゃあ行こうか。無事開いたことですし。雨宿りできる場所を探せない。そうそう、さっき言おうとしたの、なんか雨降りそうだなと思ったら雨降ってますね。それじゃ、入れそうなビル探そう。感染者いないとこがいい。 WLF も勘弁。ウルフね。それね。アーモンドみたいなの余ってるけど食べる？うん、いや。おお、ビビッと。ビビッと。うん、びっくりしたよ。心臓止まるかと思った、マジで。ここムービーじゃないんで喋りますね。いや、またお目にかかれるとはな。どうやって見つけた？顔に傷があるクズの居場所聞いただけ。笑え。何人で来たんだ？ん？二人だけか。殺したって無駄。冗談。片割れ探してたんじゃないのか。なんだこれは。ジャクソンとやったクズの話覚えてるか。ああ、こいつもいた。なんだと。
俺らを狙ってる。ニックはこいつらにやられた。こいつを差し出したアイザックに何が起きてか伝えんだ。アイザックならさっき無線で話して指令を受けた。侵入者は皆殺した。おい待てって。何わけわかんないこと言ってんだ。ボスの命令だ。ダメだ、そいつに知ってること全部吐かって。そいつが何を知っていようとどうでもいい。味方がやられたんだぞ。仲間が何人いるかもわかんねえだろ。これだって罠かもしれねえんだ。そいつに仲間が何人いようと見つけ出して全員殺す。頼むから少しは頭使って考えてくれからな。俺はつな。大丈夫エチオ。エリエリ行かなきゃ。銃声も聞かれただろうし。見てこいつもいた。ほらそれはまた後。地図にテレビ局あった。私に聞かないでよ。早くほらエリ。おい、ということでね、なんとまあ脱出できたということで、まあまだ敵いるけどね。でもなお逃れましたね。なんとかアイテムがねまだ欲しいんだけどね。いって、あっやば、あーくそ、あっちから行ってって。オッケー、一人倒した。おー、チョキまだ行って、オッケー、ナイス。行こう。あいつら何人いた。いっぱい、さっさと逃げなきゃ。ちょっと回復しないとまずいな。アイテムもうないかな。あ、ごめん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 、わざとじゃないんだ。間違えた。前進しろ。これに変えた方が良さそうだな。ナイス。やばい、正面。もしOK。怖すぎる。平気、見たことあるやついた。いない。回収回収アイテム。
ないね。オッケー、行こう。こっちは何もないか。みんなさっさとここに来な。また来た。一体どこから撃ってるんだ。さあね、中庭を調べな。あんたはカフェテリア、ここは私が。了解。ハイビー持ってるけど使わなくていいか。一人倒した。とまずい。アイテムたくさんある、ここ。よし、OK。そこいいんだよな。さあ。うお、すげえ、当たった。投げたいな。瓶投げてからの完璧。数多すぎ。言ったでしょ。でなんか強化、ここ強化できない、できないのかな。あ、できないか。待って、よく考えよう。回復。回復作っていた方がいいような気がする。はい、 OK。 ごめんね、生きるためなんですいませんが。いるいる。
バレた？あ、バレた。オッケー、ナイス。だね。マグナム強いね。強いね。他にもいるかな。知りたくない。この武器本当強いわ。おお、わ、なんかゴキブリみたいなのいた今。うお、すげえあるね。今後侵入者は全員殺せ。もう一人の女は捜索隊を送り込んで探し出す。今日中に、全焼基地に帰還しろ。物資も全て持ってくるように。ほう、アンロックされましたね、ステルス。壊れるまで発射音を消す、サイレンサーを拘束する。これ、いいね。これもいるね。こんなもんでいいか。なんかあるね。ねえ、ここは？あ、ここいいね。開く、開く。開きそう、開きそう。たくさんあるね、いいね。ここゲーマー？ここゲーマーが住んでたの、ここもしかして。すごいね。株価なんかしてたのかな。お、スターターセット、トロフィーゲットです。ありがとうございます。やった。どっから行く？こんなとこに弾があるね。やっぱよっぽどね、やっぱ物騒だったんだね。あ、もう持てない。これいるね。
誰もいないね。ええ、平気そう。見てよこれ。そいつも来る。うん、じゃ興味なし。それ読んで。ジョーダン、アイザックがテレビ局に2週間駐留しろってさ。スカーが目撃されたって。これでも見て我慢してリア。テレビ局まだいるかな。確かめてみなきゃ。高層ビルの近くってことは、あっち。そう、待ってデリア。よし、じゃあ行きますか。忘れ物ないね。 OK。今のでなんか料理してたのかな、この人たち。大丈夫？うん。死ぬかと思ったけど、うん、おかげで助かった。でも相葉がさ、いなくなっちゃったね。どうしよう。あいつらがウルフだよね。まるで軍隊だ。本当だね。こんなにいるって思ってた？その可能性はあるって。トミーが。気持ちに変わりはない？ないよ。汚いな、ここ。パトロールに注意してね。私を見つけ出そうとしてる奴らがいたし。何人？私が見たのは2人。でももっといそうだった。学校から逃げた。妻が殺されたって知ったら全力で探しに来るね。お、あった。家はやっぱいろいろあるね。いいね。この上もちょっと行ってみる。あ、違う。あぶねえ。あぶねえってか、結構ダメージ食らったけど。どうした？うん。助けてほしかったな、今。ちょっと。これはあれか。弾いっぱいなんだよな。お、両手武器ホルスター。お、解除された。やった。これで使いやすくなったね。耐久値がね、もう低かったんで、ちょっとこれに変えます。あ、もう無理だ。あ、でも作れるね、これ。お、ついた。お、すげえ。サプレッサーついた。うん、着脱可能って書いてるけど、
外してもメリットないよね。だから俺外さないかな。あんなことするなんて信じられない。奴らは私たちとは違う。私たちが難民だったら、それこそいい情報を持ってる可能性もあるのに。そんなの気にもしてないんでしょ。ずっと気になってたんだけど、なんであいつらがエリーとトミーを殺さなかったの。さあね。不用心すぎない。バカなんでしょ。多分ウルフルール原始って書いてるね。え、あなたが探してた相手じゃなかったから逃がしたのかも。ボコボコにはされたけどね。ジョーダンってやつに顔蹴られた。でもなんでとどめを刺さなかったの。だってとにかくやつらはしくじった。だね。これは入れそうだね。メモに書いてあった子の名前は、テレビ局にいるって子、リア。それあの子かな。髪編み込んでる子。違う。覚えてるのはあのド S 男を切り裂いた時に聞こえた叫び声くらい。知ってること吐かせる。仲間の居場所を突き止めなきゃ。ジョエルを殺した理由は聞く。あ、あった。別に。ああ、もう作れないんだよね。あるって可能性はないかな。あるね。ジョエルはあんまりおしゃべりじゃなかったし。トミーは何考えてるんだろうね。私よりジョエルと揉めてた人のこと知ってるはず。うん。一応まだビルは見える。どうやって行く？なあ、どうしようかな。あいつ最悪だったの。あ、いる。ほら、オッケー。中いる、まだ。あ、いた。あー、いて。この野郎、よくもしやがったな。あー、来た来た。ほら、今のうちに急所狙いに行く。オッケー。なんかアイテムないかな。いないはず。よし、焦った。勝った。あぶねえ。見覚えあるやついる？いない。この隔離地域大きくない？かなり大きい。街中にウルフがいるのかな。じゃなきゃいいけど。お、なんかあったよ。これ登って上行ける？行けるね。なんかあるかな。何もないね。
こっちじゃないな、向こうっぽいな。懐中電灯切っとこう、もったいない。もう急にこうなんか爆発するのやめてほしいな。あれさっきのねトラウマになってた俺。あら髪が飛んでる。なんかパンツみたいな飛んでんだけどな。なんだあれは一体。なんか店がある。オーケー。ああ、すごかったな。これウルフじゃないから多分。うわ。正面にいる。よし、オッケー。他にはいない。今のところ。こっちの武器使えばよかったな。一人にする気？一分話せば十分。拷問するつもり？必要なら。ちょっと回復する。回復して。取ろうか。あっちの奥なんかあるかな。おお、たくさんある。おお、やった。お水があるね。これで成仏したはずだ。隅々まで調べる。あっちの方にいるはずだ。うわ、前見て。いた。どう？外にいんな。いて。冗談だろ。殺してやっからな。うわ、上にもいる、上にもいる。うわ、結構いるな。あとこいつだね。死んだ？あ、まだ右にもいるわ。
よっしゃ。片付いた。平気？うん。ちょっとでもさすがにきつかったな今。もうこういうアイテム出し惜しみなく使った方がいいのかな。あ、いたいた。こっから撃ってたのが。なるほど。他もなんかないかな。あ、あるね。ねえ、こっちじゃない？これは？ほら、リーナ。ありがとう。ねえ、あの円形のビル、地図にあったテレビ局じゃない？だね。行こう。ディーナがいなかったら無理だったかも。うわ、なになになに？じゃあ何今の？罠にかかったんだ。何？爆弾の罠。気をつけて歩いて。ああ、ここにある。これさ、建物の中にもあるとかないよね。ここあるわ。これも多分そうじゃない。これ違う？あ、そうだ、やっぱほらそうだ、ほらほらほら、ほら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 、うわ、生きてんのかよまだ。オッケー。うわ、どこ行くの？ちょっと待ってて。絵を描くんじゃないかな、多分。ここめちゃくちゃ。よし、OK。
よし。では今日は、ここで終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました。次回はテレビ局に向けて、進んでいきたいと思います。はい、ということでね、ラストオブアース実況パート7かな、これ7だったような気がする。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もね、また良ければのんびり見てくださるとありがたいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。